北銀吉7月21日から1960年、多摩美術大学創立者。別名、霊百 ?226 事件の首謀者の一人である、北一騎の辞典。新潟県佐渡市出身。初代両津町長で酒屋と、肥料屋を営む北慶太郎の次男。高等小学校入学と同時に、漢学塾に通い、漢学と修辞を習う。 新潟県立佐渡中学校に入学したが、兄と同学年になることを嫌った父親の命令で、中学入学が遅れたため、希望していた陸軍幼年学校進学を年齢制限により、断たれる。早稲田大学政治経済学部に入学するも、1年で哲学科に移り、1905年の余科卒業時には、主席となり、格下総大を務めた。1908年、 早稲田大学大学部文学科哲学科卒業。同年、兄、輝二郎方より分家した。同年9月、茨城県立土浦中学校に放職、翌年結婚し、1911年、早稲田大学講師となる。またこの頃より、対正デモクラシーの騎士として論壇に登場し、民本主義の学問的根拠、政治学のあり方をめぐって、吉野作像と論争する。 1917年頃、霊感の強い兄、に、一騎の知り合いで、催眠術者の古屋鉄石の試験台をしていた。英福という行者を知り、自宅に招いて、中村古郷、柳田国を、中桐角太郎、北潮らと催眠術の研究をした。三土中蔵の支援で、1918年9月より、4年半近く、欧米に留学した。 米国ハーバード大学で1年学んだ後、英国、フランス、スイス、イタリアを経て、1920年春にドイツに入り、ベルリンで学び、1921年より1年7 1ヶ月ハイデルベルクで暮らした。1922年12月末に帰国。1923年基調以来、大東文化学院教授、大東文化協会、第二研究主任。 日本編集監督、大正大学講師歴職。在英ユダヤ人政治学者のハロルド・ラスキという人になったが帰国直後には、兄の北一騎がソ連外交官でユダヤ人のヨッフェを批判していた旨を後に解雇している。また、改造、読売新聞、東京日々新聞などに論文を寄稿した。兄の一騎とは1925年を最後に、 逮捕後に面会するまで10年以上没交渉となった。1923年12月27日の虎ノ門事件の翌日に弁護士、小川平吉が発起した聖展会に参加し、また小川と共に日本新聞を主催した。聖展会と日本新聞とは不利の関係にあり、会員の重なる者は本人のほか、井上哲次郎、伊予木良造、坂東信夫、 花井拓造、二長和信、本田熊太郎、東山光、大木園吉、大島健一、東条秀樹、若月玲次郎、鎌田英吉、原義道、長田哲山、荒木貞夫、長田秀次郎,郎、加計勝彦、川島拓吉、上杉新吉、この江ふみ北里柴三郎、金杉英五郎、江木和幸、平沼一郎、星の鈴、長崎映造、 鈴木梅史郎、若宮宇之助、綾川武か中谷武けしを、貝春吉いはであった。北は、その他にも、愛国勤労党など様々な愛国的団体に参加した。1928年、総合評論雑誌、祖国を、創刊、自ら主観となり評論活動に入る。この雑誌は本来左右を問わない、言論発表の場であったが、後に、 祖国会の帰還誌へと性質を変える。1929年は瀬田大学時代の教え子であった金原章吾らに壊れて帝国美術学校の創立者兼初代校長となるが、1935年学校の運営と移転問題をめぐって学生と対立し、学生のストライキ事件を機に学校は分裂する。多摩帝国美術学校を創設。 多摩帝国美術学校名誉校長を務めた。1936年2.26事件直前の第19回衆議院議員総選挙で無所属で当選し政治家へと転身。当選後立憲民政党に入党。戦後自由党の結成に尽力した。公職追放解除後は日本民主党自由民主党議員として活動、自民党衆院懲罰委員長。 政長会長など歴任した。趣味は読書、長魚宗教は仏教。住所は東京杉並区、いよぎ。ありがとうございます。